自分は役者になるんだって上京してきたんですが、お父さん晩御飯のおかず何がいい？オーディションにもなかなか受からなくて、昨日はちくわだったから肉じゃがでいいわね。電話がかかってきて、夫婦の会話。そうなんですよ。その時に出会った作品がラストイケメンなんです。お父さん面白いのその番組。運命的なものを感じました。最後主人公がヒロインを助けるシーンがあるんですけど、ああ思い出しただけで泣けてきちゃった。最後叫ぶんですよ、イケメン。夫婦の会話の時間です。昔からあうんの呼吸と申しますように、以心伝心と言いますか、多くを語らずとも互いの気持ちが分かり合えるようになると申します。皆さん、そう言われてみれば、今お母さんがお父さんにリモコン渡したの、あうんの呼吸ってやつ。思いやりや想像力などとともに多くのものを理解し、あ、そうだ、昨日ね、駅でばったり井口さんに会ったのよ。井口さんたら、こんな大きい子連れて、小学生の男の子連れてね、国に帰るって言ってたけど、また結局こっちに来たんだね、結婚もして。ま、元気そうでよかったわよ、ほんと。あうんの呼吸と思いきや、人の話を聞いているのかいないのかわからないお父さん。一見興味がなさそうで、聞いているのかいないのかわからなそうでも、実はちゃんと聞いているのが夫婦の会話と言えるでしょう。こないだのスイミングスクール楽しかったわよ。そろそろ水中歩行は卒業してビート板にチャレンジかしら。お父さん聞いてんのかな。それではあうんの呼吸について考えてみましょう。あ、全然関係ないんだけどね、こないだスイミングスクールで水島さんが、橘さん、ん見て見て、タンバタフラ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 って急にできもしないバタフライやりだしたの、もうおかしくって、水島さんのバタフライ。何の話かと思ったら、夫婦の会話はただ単にきっちりと噛み合えばよいというものではありません。んマダムバタフライって、蝶々夫人のことだよ。うん、蝶々夫人か、なんか聞いたことある。マダムがバタフライってね、マダムがスイミングスクールでバタフライ、言葉の雰囲気だけのつながりだな。そりゃおかしくって、蝶々夫人どころかまるで水に落ちたカンガルーみたいだったかしら。話題の中心は次々と変わっていくものです。ここで重要なのはどの話題を広げていく。カンガルーってさ、では昔キャプテンクックの探検隊がオーストラリアを冒険した時に見つけて、現地の人になんて名前の動物かって聞いたら、カンガルーって答えたんだってさ。へー。でもカンガルーってのは実は名前じゃなくて、オーストラリアの言葉で私は知らないっていう意味だったらしい。そうなんだ。もう、つまりその時に聞かれた動物がサイでもコアラでも、聞かれた人が知らなかったらカンガルーになっていたわけだ。なるほどね。じゃあもし泳いでる水島さんのことを聞かれていたら、水島さんがやっぱりカンガルーって呼ばれていたかもしれないわね。おい、それで今何してんだ。私、見ればわかるでしょ、洗濯物畳んでるのよ。じゃなくて井口さんだ。井口さんって、ああ、駅で会った。この辺に住んでるんか。知らないわよ。ねえ、それより水島さんのバタフライだけど、そりゃすごかったのよ。ドボーンザボーンって水
水島さんっておかしいでしょ。話を聞いてなさそうなお父さんもお父さんだけど、お母さんもお母さんで、人が自分の話を聞いているのかいないのかあんまり関係ないみたいだな。ドバーンってドバーンザバーンドバーンザバーン。え、井口さんとは全然話しなかったのか。しないわよ、駅の改札だもの。向こうは出るとこ、こっちは入るとこだったし。なんかお母さんさ、反応あるとむしろ迷惑そうだな。人がせっかく水島さんの話をしてるのに。このような場合、危険信号です。夫婦の会話どころか夫婦の危機かもしれません。そんな時は。あら、お父さん、私見てたのに。まあいいけどね、私もそのうち挑戦しようかしら。まあ、ダームバタフライ。ねえお父さん、聞いてる？ああ。あら、晩ご飯のおかず肉じゃがじゃ嫌だったのかしら。え、何唐突に。やっぱり野菜炒めにする。話ずれてるよね。だな。うん。夫婦といえども、二つの。じゃ、お父さんの好きなちくわ入りの野菜炒めにするわね。うん。三日、洗濯物しまっといて。え、どうして繋がるの、この会話。このことが実行できれば、素敵な人間関係を持った。わかんねえよな。夫婦の会話って。夫婦の会話とは誠に不思議なものでございます。ではまた来週。あたしんち。情熱の赤いバラ、そして人生